イレジスティブルは、イギリス海軍の全土級戦艦。フォーミダブル級。1914年8月の第一次世界、大戦勃発時、イレジスティブルの所属していた第五戦艦戦隊は、ポートランドを基地としており、海峡艦隊に属して、イギリス海峡の紹介任務についていた。1914年8月25日、イレジスティブルは、ポーツマス海兵大隊のベルギー。 オーステンデーの上陸とその後の占領を支援した。1914年の10月と11月は、イレジスティブルは一時的に、ドーバーパトロールに配属された。イレジスティブルの任務は、前線で戦う連合国軍の支援として、ベルギー沿岸のドイツ軍を砲撃することなどであった。1914年11月3日、イレジスティブルは、 ゴーレストン襲撃の際にイーストコーストパトロールの支援に充てられた。1914年11月後半、イレジスティブルは海峡艦隊に戻った。1914年11月14日、第5戦艦戦隊は予想されるドイツ軍の侵攻に備えてシアネスに移された。1914年12月30日、第5戦艦戦隊はポートランドに戻った。 1915年1月1日、イレジスティブルはダーダネルス海峡に派遣された。そこで、1915年3月までイギリスのダーダネルス戦隊機関を務めた。イレジスティブルはダーダネルス海峡の入り口を守るオスマン帝国の要塞に対する砲撃に1915年2月18日と2月19日に参加した。また、それより、 後の要塞砲撃にも参加している。1915年2月25日には、最初の上陸を支援するとともに、オルカニエ要塞の2門の9.4インチ砲を撃破した。1915年3月初旬、イレジスティブルは再び上陸支援に当たった。1915年3月18日、イレジスティブルは、海峡内の要塞に対する砲撃に参加した。 現地時間の16時16分頃、エレンクイワンでイレジスティブルは、トルコ軍の嫌いに触れ大きく損傷した。右舷の機関室が急速に浸水し、3人を覗きそこにいた乗員はすべて死亡した。ついで艦中央の隔壁が崩壊し、左舷の機関室も浸水した。これによりイレジスティブルは動力を失った。イレジスティブルは、トルコ軍の方の射程内を漂い、 激しい砲撃を受けた。艦長と、わずかな志願者を除いて、乗員は、駆逐艦ウェアに移り、そこから、さらに戦艦クイーンエリザベスに移された。戦艦オーシャンが、イレジスティブルの栄光に向かったが一時座礁し、イレジスティブルは、騎士の近くを漂い続けていた。傾斜と激しい敵の砲撃及び浅い推進のために、イレジスティブルの栄光は、 不可能であることが分かり、オーシャンが、艦に残っていた乗組員を救助し、艦は放棄された。撤退中のオーシャンも食らいし、22時30分頃に、沈没した。同日夕方、駆逐艦ジェドが2隻の戦艦を魚雷で処分するために、海峡内に入ったが何も発見できなかった。トルコ側の報告によると、放棄されたイレジスティブルはより岸の近くへ漂流し、 砲撃によって、さらに損害を受けて19時30分頃沈没した。イレジスティブル沈没による死傷者は、約150人であった。ありがとうございます。